ボビー・ハッチャーソンはアメリカが州国カリフォルニア州出身のジャズビブラフォン奏者。ロサンゼルス生まれのボビー・ハッチャーソンはピアノから音楽に入った。ミルト・ジャクソンやマイルス・デイビス、セロニアス・モンク等を聴きジャズに興味を持つようになる。友人のベーシストからのビブラフォンを買ってバンドに入らないか。という誘いがきっかけとなってこの道に入る。後にデイブ・パイクに ビブラフォンの手ほどきを受ける。1961年にニューヨークへ進出し頭角を表すようになり、1963年にはジャッキー・マクリーンのワンステップ・ビヨンドに参加した。続く1964年にエリック・ドルフィーのアウト・トランチ、アンドリュー・ヒルのジャッジメントへの参加で一躍注目を集める。1965年、初リーダー作ダイアローグを ブルーノートからリリースした。以降新主流派のビブラフォン奏者として、数多くの作品を同レーベルに残した。また、この頃からビブラフォンに加えて、マリンバを使ったスピード感にあふれた演奏を披露している。1970年代に入って、新主流派ジャズが下火になると、ラテン、R&B、ファンク等のフュージョン的な作品が連なるが、ヒットには至らなかった。 1980年代以降は、ストレートアヘッドなジャズに戻り、風格のある演奏で再び多くのジャズファンから注目された。1960年代から1970年代にかけての演奏は、モーダルで鋭いアプローチが人気で、背景にはエリック・ドルフィーやジョン・コルトレインの影響があった。晩年はオーソドックスで、モダンな演奏で人気を獲得していた。 1960年代、1970年代、1990年代、2010年代、コンピレーションコンピレーション。ありがとうございます。